新規事業の現地調査だかなんだか知らないが、なんでこんな山奥まで来なきゃならないんだ。会社でずっと仕事してるよりマシじゃない？それは一理ある。もしかしたら上司も僕たちをリフレッシュさせたかったのかも。それは一ミリもない。せっかくだからのんびりしようよ。いや、さっさと仕事を片付けて帰ろう。この時期は冬眠から覚めたヒグマがうろついているかもしれない。遭遇する前に山を降りよう。いざとなったら僕がヒグマと戦うよ。ひたたぷにしてひんなひんなしてあげるよ。また何かの影響を受けてるな。そもそもパンダがヒグマに勝てるのか。僕だって同じクマ科だよ。お前はクマ猫だろ。どっちかというと猫寄りの。あー、ごちゃごちゃ言ってないでペンギンも山を楽しもうよ。いやはー、こんな森の中で山彦が帰ってくるはずが。抵抗ペンギン。ヒグマに遭遇したらどうすればいいのか。ヒグマだー！どうしようどうしよう。走って逃げる。落ち着けパンダ。ヒグマを刺激するんじゃない。落ち着いていられないよ。早く逃げないと。戦ってチタタブにするんじゃなかったのか。パンダがヒグマに勝てるわけないよ。気持ちいいくらいの手のひら返しだな。なんでペンギンは逃げないの。ヒグマに遭遇した時に慌てて逃げるのは一番ダメな行動だ。ヒグマは素早く動くものに反応するし、背中を見せるとほぼ間違いなく追いかけてくる。でもヒグマは体がでかいし足は遅いでしょ。ヒグマの走る速さは時速60キロだ。人類最速の男ウサインとか世界記録を出した時の最高速度が時速45キロと言われている。パンダは時速2キロから3キロ、ペンギンは時速6キロから9キロだ。僕の20倍以上速いの？それが地上最強クラスの生物とクマネコの違いだ。ペンギンが僕より速いのも納得いかない。絶対に僕の方が速いよ。うわあ！言われたことを片っ端から忘れる速さなら、お前も地上最強クラスだな。死んだふりをする。死ぬかと思った。死ぬぞ。走るのがダメなら逆に動かなければいいんだね。つまり死んだふりだ。いや、ヒグマは好奇心が旺盛だから、死んだふりをしていると逆に興味を持って近づいてくるらしい。そうなの。それに無抵抗状態で地面に横たわると急所を襲われて致命傷になる。どうせなら地面に腹ばいになって両手で首の後ろをガードするんだ。少なくとも致命傷は避けられる。なるほど。まあクマは死肉も食べるから食われる可能性は変わらないんだが。むやー、いろいろ試してみる。死ぬかと思った。死ぬって。何か使えるものはないの？反撃できるもの。あった、クマよけの鈴だ。これを鳴らせば、全然逃げないよ。クマよけの鈴はあらかじめ人間の存在をクマに教え、遭遇を避けるための道具だ。すでに遭遇してしまっている以上意味がない。それならお菓子をあげて仲良くなるのはどう？人間の食べ物の味を覚えたヒグマは次からも人間を襲うようになるぞ。火で脅かすのは？残念ながらヒグマは火を恐れない。それにそんな小さな火じゃ驚かせることもできないだろう。これはカプサイシン成分の入ったクマよけスプレーならともかく、制汗スプレーで何をするつもりだ。この際何でもいいよ。お、聞いたか。なんだ、喜んでるぞ。あ、この制汗スプレー、蜂蜜の香りって書いてある。蜂蜜といえばヒグマの大好物だな。食欲を増進させてどうする。簡易火炎放射器。死ぬかと思った。だから死ぬって。あー、もうどうしたらいいのかわからないよ。だから落ち着け。余計なことをしなければ向こうも興味を失って勝手に立ち去る。立ち去らなかったらどうするのさ。このままじゃ僕たちしたたぶにされてひんないんだされちゃうよ。だからといって戦ったところでヒグマに勝てるわけが。いや待てよ、制汗スプレーとライターを貸せ。どうするの。ヒグマが火を恐れないとはいえ、これなら。怒らせただけじゃないか。ヒグマの皮膚は分厚くて頑丈だからな、いけると思ったんだが。なんで僕。大きな体で威嚇する。もうこれどうしたらいいの。こうなったら仕方がない。パンダ、俺を肩車しろ。肩車？野生動物は本能的に自分より大きな敵を恐れる。ヒグマより体を大きく見せるんだ。分かったよ。これでどうだ。怯えてるよ。今のうちにゆっくり後ろに下がるぞ。パンダ、何をしている。逃げる必要なんてないじゃないか。今の僕たちはヒグマよりも強いんだよ。こいつ
体を大きくしたことで木まで大きくなってやがる。よくも僕たちを怖がらせてくれたね。これはお返しだよ。おい、やめろ。だからやめろと言ったんだ。ペンギン、後ろ。終わったな。諦める。ペンギン、早くそこから逃げて。よく聞けパンダ、俺がヒグマの気を引いているうちにお前は逃げろ。でもそんなことをしたらペンギンが。何も二人して死ぬ必要はない。お前だけでも逃げるんだ。ペンギン、言っておくが俺は犠牲になるつもりはない。お前が無事に逃げたのを確認したら俺も後から必ず逃げる。分かったらさっさと行け。ペンギン、ごめん。ありがとう。おっと、ここから先へは行かせないぞ。パンダが逃げ切るまで俺はとことん抵抗してやる。ラストバトル。ペンギン。パンダ、やっぱりペンギンだけを置いて逃げるわけにはいかないよ。それに僕思い出したんだ。何をだ。ある本に書いてあったんだ。ヒグマは自分の巣穴に入ってきたものを絶対に殺さないって。それは立ち向かってくる勇敢なものを殺さないということだ。だから逃げちゃダメなんだ。戦わなくちゃダメなんだ。パンダ、かっこいいこと言ってるけど戦っても絶対に勝ち目ないぞ。やってみなきゃわからないよ。見ててよペギリパさん、僕は不死身のパン元だ。僕を殺せるものなら殺してみろ。パンダ。なんだ、何が起きたんだ。おめえら怪我はねえか。誰だあんた。ほら、この辺りでまたぎさしてるものだ。またぎって、一言で言うと漁師さんだ。ありがとう、助かった。熊打ちは俺たちの仕事だからな。さて、それじゃあ早速解体すっべ。熊は肉も毛皮も内臓も高く売れるでな。おめえらにも肉さ分けてやっから。わーい、本物のチタタブが食べられる。おい、パンダ。どうしたのペンギン。助かったからいいものの、やはり素手でヒグマに立ち向かうなんてただの自殺行為だ。無茶しやがって。それを言うならペンギンだって。でもよかった、お互い無事で。僕だってクマ科だからね、やるときはやるのさ。仕事の時もそうであってくれるといいんだけどな。もうペンギンってば。なんだ、おめえもクマなのか。よく見りゃ白黒の珍しい毛皮だな。こいつは高く売れそうだ。いや、ちょ、逃げろパンダ。今度こそ逃げるんだパンダ。給料が少なすぎる。手取り15万なんて生きていけないよ。節約すれば生活はできるが、確かに少し辛いな。よし、上司に直談判しよう。もっと僕たちの仕事を評価して給料を上げろってね。次回、手取り15万円になるとどうなるのか。お前はサボってる分減らされるんじゃないか。やっぱり文句言うのやめたか。俺たちプロットアニメの魅力をもっとファンのみんなに伝えたいと思わないか。俺ももっとファンと近い距離で動画を作りたいと思ってたんだよな。でもどうすればいいんですかね。やるならいつもの動画よりワクワクできるような新しい何かがいいです。全裸になるか。ならねえよ。ファンの皆さんからもプロットアニメについてもっと知りたい、もっと盛り上げたい、ファン同士でつながる場所が欲しいという声が出てましたよ。俺たちに何かできることはないのか。ファンのみんなとつながれていつもの動画よりワクワクできる、最高にエキサイティングなこと。いっそファンコミュニティでも作っちゃいますか。それだ。ここはプロットランド。会員になったみんなは様々なコンテンツを純粋に楽しむのも OK。 コミュニティを通じて一緒にプロットランドを盛り上げるのも OK。 楽しみ方は人それぞれだ。メインコンテンツは3つあります。1つ目はプロットランド限定特別コンテンツです。毎週1分程度のショートアニメを配信予定。壁紙にもできるイラストも手に入りますよ。2つ目はファンのためのコミュニティだ。これまで以上にプロットを盛り上げて一緒に作品を作ろうぜ。ファンのみんなでプレミア公開を見たり好きなところを語り合ってくれ。
3つ目はプロットの裏側を大公開するぞ。あんなところやこんなところまで見れるかもな。ラフイラストやボツ案とかだ。いずれは裏側を公開する YouTube チャンネルもできるかもな。プロットランドの会費は月額料金は5億で、年間は嘘つくなよ。ギク、私はただ少しちょろまかそうと。少しじゃないだろ、この腹黒円豆。月額は500円、年間は5500円だ。今ならなんと1ヶ月間無料キャンペーンを実施中ですよ。アプリはもちろん iOS、Android 両方に対応してるじゃん。概要欄に URL があるので皆さんぜひダウンロードしてくださいね。最後まで見てくれてありがとうな。皆さんもプロットランドのチケットを手に入れて私たちと楽しみませんか。先に行って待ってるからな、ピチピチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな、ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。